欧州オンブズマンとは、欧州連合の機関や組織による活動について、市民から訴えられる不平を受け付け、調査する役職。ストラスブールに拠点を置いている。欧州オンブズマンは、欧州連合条約によって設置された役職であり、1995年には、欧州議会が、フィンランド出身のヤコブ・ソーデルマンを、初代オンブズマンに選出した。欧州オンブズマンは、 欧州議会が任命する。欧州オンブズマンは、欧州議会の任期と同じ期間を務め、また再任されることが認められている。欧州議会の求めにより、欧州連合司法裁判所は、職務を遂行できる状況でない、または重大な違法行為があったということを認めれば、欧州オンブズマンを解任することができる。欧州連合の市民や団体は、欧州オンブズマンに、 欧州連合の機関による運営上の不法行為、不公平、差別、権利の乱用、返答の不履行、情報公開の拒否、不必要な遅延といった不当な行動について調査を求めることが認められている。ただし、欧州オンブズマンは、司法裁判所、一般裁判所の司法権や、加盟国の中央及び、地方の行政府、または裁判官、私人、私、 企業に対する調査権限を有していない。また欧州オンブズマンには機関に対してその判断に従わせるというような強制的な権限を有していないが、実際に欧州オンブズマンの判断が示されれば、機関はその内容に概ね従っている。欧州オンブズマンの権限は主に説得力と発信力に支えられている。欧州連合の基本条約では、 欧州オンブズマンに訴えることができるというのは欧州連合の市民の権利としている。欧州オンブズマンは毎年およそ3000から4000件の案件を受けている。そのうち60から70%は欧州委員会に対するもので、12%が欧州議会、10%が欧州人事選考局に対してであり、欧州人事選考局に対するものは、 職員採用の応募者からの不満である。また9%は欧州不正対策局に対するものである。近年の案件として欧州委員会がドイツの科学ジャーナリストに対する支払い遅延を問題とするものがあった。欧州委員会は専門家に遅延利息と将来分の報酬を前倒しで支払った理由を説明していたのである。この他にハンガリーの市民からの訴えを受けて 欧州人事選考局は職員採用の際にその資格や事前選考試験に関する告知についての情報を明確にすることを決めた。さらにオンブズマンは理事会が従来は存在を否定してきた文書を公開させるようにした。ありがとうございます。